はいどうも皆さん、バンチャーということで、大分トリニータサポーターの青ひげ海賊団の青ひげ船長でございます。皆さんよろしくお願いいたします。本日はですね、3月6日に行われた J2 第3節横浜 FC 戦について皆さんのコメントをいただきましたので、そちらをご紹介していこうと思います。では早速やっていきましょう。まず最初の方ですね。率直に悔しい。毎試合得点は取れてるから、まだまだ精度上げて失点しないようにしていってほしいですっていうね、まあ、毎試合のようにね、得点は取れてるんですけどね、どうしてもやっぱ失点がちょっと気になるとこですよね。そこをねどう修正していくかですよね。はい、続いての方こちら。個人的に思った課題は次の3つです。守備の決まり事が整理されていない印象。失点の時もやけど、両サイドとも相手がフリー、4-3-3に適した選手が少ないのに無理くり今いる選手を4-3-3に配置している印象。3-4-2-1向きの選手が多いのに、あとセンターフォワードの決定力がっていうね。まあ結構ね、まあ、守備の時に、フリーにしている選手が確かに多い印象ですよね。はい、三沢選手なんかもね、フォーバックにしてから、うまく機能してるかって言われたら、まあ、正直うーんっていうとこなんですけど、まあ、あとはそのセンターフォワード、まあ、一体前線みんなですよね。決定力はちょっとなかなかね、そこの部分がまだまだ課題かなっていうとこですね。はい、続いての方こちらです。正直真ん中からのシュートが少なすぎる。攻めきれないから相手ペースになってしまっている印象です。相手シュートで終わっていて、それができていました。それにつながって個人で攻めきる人が少なすぎます。サポーターはそういう人を見たいっていうね。まあなかなかね、まあこれも去年からですよね。去年もそうですし、まあなかなか個人で決めきれる選手が、まあ確かに少ないっていうのと、まあやっぱフォワードなんでね、もう個人で行ってドリブルしてシュートをしたいっていうのを見たいんですけど、まあ大分らしさといえば、ボール一つ一つ丁寧に回して、しっかりとチャンスを作って得点していくみたいなね。ただね、やっぱシュートで終わってほしいですよね。ただクロス上げてパス上げてみたいなじゃなくてね、はい、そういったところをちょっと見たいですよね。シュートでしっかりと終わるというね。はい、続いての方こちらですね。攻撃面では去年からの決定力不足の課題はまだ解消されていないと感じました。守備面では甲府戦よりは改善されていましたが、ディフェンスとミッドフィルダーの間にできたスペースを使われる印象があります。まあそうですね、これってやっぱあれですかね、フォーバックにしてるっていうのと、結構ね中盤あたりのスペースっていうか、本当に中盤とディフェンダーの間の、ね、スペースが結構空いてるので、まあ、そこにね結構疲れて、まあディフェンダーが寄せた後にまたパス出されて結局フリーにさせられるっていうね、まあ、そういったシーンが結構多く見られたので、4バックが張ってないのか3バックがやっぱいいのか、まあ、そこですよね。はい、続いての方こちら。負けたのは悔しいが、流れの中で点が取れたのと宇都本選手の可能性を感じた試合でした。これから良くなっていくと期待したい。いやこれ僕も見ましたよ、宇都本選手のねカットインからのシュート。 あれね相手ディフェンダーの足に当たって、まあ、ゴールにはならなかったんですけど、まあ、でも枠には捉えてましたからね。前トリニータにいた川西選手のね、カットインからのシュートをちょっと思い出すかのようなシュートだったので、ちょっと宇都本選手にはちょっと可能性感じましたね。楽しみですね。はい、続いての方こちら。改めて1年での J1 復帰の大変さを感じた試合でした。動きは良かったですが勝負に負けました。悔しいけど連戦が続くので勝てるように後押しあるのみです。まあそうですね、まあ、なかなかねやっぱ J1 の大変さっていうのはやっぱどうしても実感する試合でしたよね。はい、まあ本当に内容良かっただけにね、結果がね、伴ってないのはもう仕方ないとして、まあ悔しいですけどね、確かに、まあ連戦がねどんどん続いていく、過密日程なので、全力で僕たちで後押ししていきましょう。はい、続いての方こちら。いつか十数年前の弾幕で見えたら打てというメッセージがあった気がします。今必要なメッセージだと思います。シュートできるタイミングで横パスが目立ったように見えました。組み立てて満足じゃなくてシュートシュートシュートです。いやもう本当その通りね、本当にもうシュート大事です。まあシュート打って入らなくてもいいから、まずシュート打つことで何かが変わるきっかけになるかもしれないのでね、シュートして、そのこぼれ球をね拾って打ったりとか、そういったシーンもね見られるんで、今多分大事なのは多分僕もそこだと思ってます。はい、フォワード陣に求めるのはですね、積極性というとこですよね。はい、続いての方こちら。ブローダーセンうますぎ。長澤に変えてから前で収めれてたと思う。いやもう本当その通りですね。いやブローダーセン選手うまかったっすよね。
もうなんすかね、長澤選手のあのねヘッド、あれ決まったと思ったんですけど、あれを止めるかっていうね、もうあれ止められたらもうどうしようもなかったですよね。いや本当にめちゃくちゃうまかったです。はい、そこをセーブするときどんな反射神経してるんだろうっていうね、そういった選手でしたね。まあ、長澤選手に変えてね、まあ、ボールも収めれるようになってきたので、まあ、そこからねどう組み立てるかなっていうところにも、どんどん注目していきたいと思います。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。まあ、皆さんのね、たくさんのコメント、感想意見、たくさん来てます。はい、で全部紹介したいところなんですが、やっぱ結構多いので厳選して選ばせていただきました。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。よかったら皆さんの感想や意見をコメントにいただけたら嬉しいです。いやー、最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。またね。